い、どうもこんにちは、プロボウラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日は和歌山のね、Jボール5号店さんお邪魔しております。今日はね、僕一人で撮影なんですけども、まあ、Jボール5号といえばね、あのアヤファー、ハル、2人プロが投げに来てるセンターなんですけども、まあ、彼女たちが今ちょうどこの配信してる頃にやっておりますプリンスカップに出場しておりますので、今日はね、そのプリンスカップのレーンを引いていただきました。パターン表をはっきり見てないんですけど、僕44フィートで27、8ミリぐらいオイルが入ってると思います。実際何も僕今日今投げてませんということでね、どうなるか分かりません。正直一回やってみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。ちょっとカメラのアングル変わりましたけど、本当に1球も投げてない1番レーン、多分 J ボールさんの1番レーン投げるの人生初めて。さあ行きたいと思います。曲がるんやろか僕。すげえ、いきなりストライク出たわ。まあ、外はね、5対1か6対1ぐらい、パターン表ちょっと見ましたけど、なってるんで、まあ多分外は落ちとるし、Jボールさん、普段外が結構オイル乗らないそうなので、おそらくその辺かなと思って、今、軽く振ってみましたけど、まあ、外は曲がりそうですね。ボールはメガロックです。はい、第2フレ。7ぐらい、すごいな優しいんじゃねこれいや、またここね、キックバックがいいからピンよく弾くんですよ。いや、これちょっと2球しか投げてへんけど、結構打ち合いの予感がするけどな。ちょっと中から行きました。サンフレ弾かんかった。ちょっとスピード入れすぎましたね今ね。はい、スペア行きます。はい、オッケー。オイル量にはやっぱ申し分ないしね。品川プリンスホテルさん会場ですけども、僕品川プリンスホテル大好きなんで、はい、走り加減がちょうどいいストローカー向きな板やと思ってますからね、プロアンビ。男子もね、来年早々にクワタカップでお邪魔させていただけるので非常に楽しみなんですけども、ちょっと絞ったよさっきより。どう？うわー、Aピンアクションするな。よし、もうメガロックは十分ストライクが分かったんで、ボール変えてみよう。ちょっとゆっくり投げたいので、ソリッドですけどちょっと走るであろうマーベルに変えてみます。マーベルマックスブラック。その代わりちょっと右に寄りますね、光ってるんでね。ちなみにさっきの、メガロックは500番です。スーッ、やっぱりまだ早いわ、倒れる気がしないわ。あれ行き過ぎた。どっちかというとやっぱオイル量が多いのでコアが効いてる方が良さそうな気がするな。まあ、僕の回転数ぐらいやったら女子プロみんな同じぐらい回転してると思うんで、攻め方的には参考になるかどうかは別としてタイトに攻めた方がいい気がするな。あー、セーフ。
危ない、リリースが悪い。じゃあちょっと右に寄ってみますね、さらにね。大体でもね、このコンディションやったらこういうプロが打つやろなっていうイメージはちょっと出てきたな。外から痛めにまっすぐ投げれるプロボーラーの方がスタートは打つ、後半は分からない。うわー、お外、これやばい。あー、やっぱりちょっと対象コアは不安要素が残る感じかな。球が速いですね、あとね。はい、スペアちょっとゆっくり投げてみましょう。ゆっくり投げてみたら手前から曲がる、それはここのセンターの癖。よし、やっぱりちょっとね、外がまだ安定してなさそうなんで、やっぱコア効いてるメガロックでピンアクション頼みという感じでいきましょうか。メガロックか、今日持ってきてないけどゴーストロックとか投げたくなるかな。うわうわうわ、危ない危ないフラフラでしたね今。しかも飛んでなかった。ちょっとね、ちょっと今ヨタヨタでした。はい、スペア真ん中乗るコインで対角線しっかり取りたいと思います。44フィートもあるんでね。はい、落ちるかなと思うぐらいでちょうどいい。さあ、あと3フレ、体温まる前のダボだけですね、今のとこね。しっかり掘りましょう。これぐらいかな。はい、外に当てとく方がいい。自分の中では絞ってるつもりなんですけどね、ちょっと今緩んだかなとも思うけど、もうちょっと右寄ってみようかね。よし、1枚右に戻りました。絞りました。はい、ほら倒れた。痛めにね、まっすぐ投げてる方が端のピンが絡みそう。そしてロックのねコアがぐーっと最後まで向いてきてるんで、6番ピンの叩き方が綺麗。決してね対象コアが悪いわけじゃないんですけど、僕の回転数、回転の軸、スピードならコア効いてくれな、倒れへんかなって思いました。ちょっとね、はい、点これです。こういう感じかな。はい、もう読み切りましたね今ね。あの辺です、あの辺いやー、いい連ですねこれ。結構打ち合いになるんじゃないこれ。よし、天秤残ってもいいのでちょっと先より中投げます。平行移動、内によって内を投げる。内を投げて、内を投げた。はい、天秤、正直、はい、分かりやすいねオイル使った天秤です。はい、じゃあスペア取って終わりましょう。
はい、というわけで今日のスコア226、やっぱり対象コア非対象でだけで言うと非対象の方が僕はコアがしっかり向いてきてくれたからピンアクションにつながったなって感じました。あとはオイル量とか手前の枯れ方とかでね変わってくると思うんで、まあファーストレーンはこういう感じかなというふうな思いでございます。はい、プリンスカップ投げてるね選手の皆さん優勝目指して頑張ってください。はい、というわけで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。